はい。えー、こんにちは、こんばんは、およれです。え、今回ですね、あの、話す、え、内容は、じゃーん。33歳、子供部屋おじさんは、マッチングアプリで彼女ができるのか、ということで、もらずに書いたプロフィールと年収の中身ということで、ね、この話題知ってる方は、ああ、あれかと。知らない方は、情報共有ということで、ああ、こんなことあんのね、みたいなことで聞いていただけたらと思います。 ね、若者の恋愛離れの背景にお金の問題があることは周知の事実だが経済的不自由を回避するために実家暮らしという選択をする人が多いですよと。ただね、恋愛市場、婚活市場ではマイナスに働いてしまう可能性が高いんじゃないですかと。ということでこのライターさんがね、書いております。自称最強の子供部屋おじさんと語ゴーゴするこの33歳の男性がマッチングアプリへの挑戦をね、 どう、どうですかということで、このライターさんがやらしたらしいんですけども、結果どうなったのかということで。まずはね、この方、子供部屋おじさん33歳の方の、簡単なプロフィールといいますか、情報はね、33歳、大学卒業後に社会へ出てからも、東京23区内にある実家2階の子供部屋に住み続けていると。5人家族の長男。 で、家族との関係は良好で、両親は生活費を1円も渡してないっていう、これもどうかと思いますけどね。あの、そこじ、例えば実家とはいえ、ね、もう働いて、大学まで出してもらって働いてるわけですから、ね、食費とか何とかって入れるべきだと思うんですけども、まあ1円も入れてませんよと。で、仕事は保険会社の正社員です。で、年収は残業代やボーナス込みで約500万。金融資産は、口座に、銀行口座に、 100万円、えー。証券口座に30万。ローン関西済みのトヨタプリウスを所有していると。ね、で、性格は真面目で内向的。えー、身長170センチ、体重100キロ。キ100、キロ <laughs> ちょっと、ちょっとお前お、お、お、重すぎるぞ、お前。痩せろ、うん、っていうね、ところなんですけども。で、趣味はご当地グルメ巡りと所属しているテニスクラブの練習。テニスやってて100キロあるのか、すげえな。 170センチで俺、等身長一緒で、それで100機なんで、俺のだから2倍ぐらいあるわけですよ。で、マイブームは海外のね、海外渡航で、年間の旅行の費用に200万円以上を投資する豪快っぷり。まあね、実家に1円も入れてないからね、金あるからね。でも全部使っちゃってて、あだって、貯金がたったの100万しかなくて、証券口座に30万ですよ。だから、 車はトヨタのプリスって言ったって別にこれ資産には何のか今中古車が上がってるから。まあ全部でい入れても200万ぐらいでしょたったの。うん、ね、それで実家暮らしで200万しかないって微妙だよね、これね。うん、まあやばいんだけど、うん。それで、あの、異性関係は20代の中盤頃3ヶ月ほどお付き合いした恋人と自然消滅して以来パッタリと。うん、で、まあこの方にね、 マッチングアプリを挑戦してもらったというね。で、そして、なんか一年ほど前に、実はマッチングアプリやったことあるんだけど、ここでマッチングした女性からマルチ商法の勧誘受けだからあ、まあショックだったよっていうのがあったようです。で、この方が考える婚活、あるいは、えー、ね、恋活婚活について教えてくださいということで、なんかサブタイトルあるんですけど、 就活に次ぐ人生第2の分岐点だと考えています。恋活、婚活っていうのは人生の第2の分岐点と考えてますよとで。生涯通じて、あの、その人と一緒にいるわけなので、やってることは少し就活に似てると思います。筆記試験みたいなテストがあるわけでもなく、二人の相性次第で結ばれるかどうか決まると、ね。で、履歴書の経歴を盛るようにアプリの自己紹介文を持って、 いる人は多いお互いに嘘をついたらいつか必ずミスマッチが生じます。だからありのままの自分を出していこうと決めましたということで、ありのままのプロフィールを書いたということですね。で、実際にこの方が書いたプロフィールっていうのは、えー、横浜の保険会社で正社員として働いています。ね、なんとかですって名前入れて。で 趣味は海外旅行です。最近だとシンガポール、タイ、韓国へ遊びに行きました。国内旅行も大好きで、毎回持っているので、ふらっと旅に出ることも多いです。まあ、この辺はなかなかいい感じですね。友達からはいいパパになりそう。100%嫁さんの指示に敷か,かれそうと笑われていますと。えー、まずは食事デートから始められたら嬉しいです。ぽっちゃり体型なので、ぽっちゃりではないよね、100キロ。デブだよね、ただの。ただのデブだ、うん、で、美味しい店をたくさん知っています。お店選びは任せてください。 食いすぎだよお前っていうね、ツッコミころ満載な、満載でではあるんですけども、最後まで読んでくれてありがとうっていうことで、ちょっとラフにね。まあいい感じじゃないですかね。悪い感じはしないと思うんですけど。アプリの登録情,情報、年収は400から600ぐらいで設定、500万だからね。で、僕の年収はボーナスで残業で含め大体平均で500万ぐらいなのですが、今は繁忙期の地獄の時期になり、 あの、年収は600万を超えそうです。なので、600万以上でも嘘にはならないのですが、ここは等身大の自分で行こうかな、というふうに、500万という形にしました、ということですね。まあ、なんていうかね、うん、紹介メッセージは無料ですが、2回目以降は有料。男性側からすると気になる女性とマッチングして、課金しなくていいやとはなりにくいと。えー、男心を理解した、うまいビジネスモデルではありますね、と。 いうふうにね。なんか有料会員登録っていうのもあるわけじゃないですか。でも毎月でも4000とかそんなもんじゃないのこんなのって。俺はあんまりほら、突っ込んでやったことはないので。まあまあ、なんていうか、ここはね、いろいろ頑張ったみたいですけれども。国税庁が発表した令和4年分の民間休養実,実態統計調査によると、 全国の平均年収というのは458万円ですね,ね。平均年齢は47歳。47歳だったら458万ですね、と。実家暮らしならではの出費の少なさを含め、えー、なんか、この方だったら十分に勝負できるはずですが、という点々っ,っていうのでね、うん。まあ、こういう方もね、ちょっといらっしゃってて、 次はね、だからね、後編記事っていうのがありますんで、えー、これをね、読んでいこうとね、思います。でこの男性のアプリ挑戦1ヶ月後ですね、マッチングアプリ始めて1ヶ月後、どうなったかと。と気になるマッチング率はということで、で、スナムのね、感想はどうでしたかと聞いたら、えー、ちょっと疲れちゃったなーです。ということで、一生懸命いいね送っても全然マッチングしません。 一ヶ月で130人の女性、ね、130人の女性にいいねを送ったのですが、マッチングに成功したのは4名のみ。つまり、約97%の確率で無視されましたと。まあ、大体こんなもんでしょう。あの、高スペックじゃない限りはね。マッチした女性、ね、4名の女性もメッセージを送ってるのに返信が来ないんですと。まあ、たまたまだっていい、無作為にいいねを押してる女性もいるから、そうすると自分が押したいいねと、 マッチすればマッチングだからね。全然だから別になんかひ何の土俵にも登ってない状況になっているので、まあ当たり前かなと。で、マッチングありがとうございますというね。もしよければいいろお話を、ね、聞かせてください。何々さんは〇〇が押しきなんですかっていうメッセージを送っているのに返事がないということですね。もうだから返信率は0%。で、まあそれは残念でしたね。ということで、この方も言う。 あの、アドバイザーの方も言っていて、で、いいねを送った相手の年齢層はどれぐらいだったのというふうに聞いたら、いいねを送った女性はほとんど同年代です。30から35だったと記憶しています。20代の女性を送ったいいねは両手で数えられる程度ですと。つまり年齢のギャップ差は少ないはずなんだと。にもかかわらず、ちょっとだけ話でもっと聞いてみようかなと言ったスタートラインにすら立っていない,いううな。屈辱な味がしましたよと。 女性側からいいね送られてきた総数についてどれぐらいだったのって言ったら1ヶ月アプリやって、えー、まあ15いいねです。ところがどっこい、たった1名。んんたった1名を除いて、どう考えても怪しい女性からしかいいねが送られてきません。ほぼ、ほぼだから、あの、怪しい女性ばっかりから、まあ、来たよと、うん。で、その女性側っていうのが、あの、 モデルのように美人だったり、職業は経営者だったり、設定年収が1000万円の女性もいましたよ。これよくある。あの、マッチングアプリで、あの、ロマンス詐欺のパターンであります。業者ですね。大体こういうのは。詐欺しか業者なんで。で、今はもうアプリを大会しています。ちなみに、今回僕がいいねを送った女性の居住形態は、一人暮らし70%、実家暮らしその他が30%。まあ、居住形態は意識せずにいいねを送っていましたよと。で で、このね、男性は、結婚願望ってあんのっていうふうに聞いたんですけども、うん、なくはないと思うんですが、みたいな、点々点もし本気で結婚したいと願っていたら、僕の性格上、お金を払って結婚相談に入会してると思うんです。まあ、上着の方は大体そうなりますよね。現状以上望んでいるってことは、そんなに前向きじゃないのかなって、たま、たま、たまに、この記事のね、書いた人の、うん、マネー現代の記事を読むんですけど、と。 子供一人育てるのに学費と養育費でだいたい3000万円ぐらい必要なんですよね。大学卒業まで平均で毎年約130万円の出費。僕の年収の、ねあ、僕の去年の年間の旅行は約200万円かかってました。今年も同じぐらいになりそうなので、節約すればいけるのかもしれませんが、そ,そんなことないと思うけどね。うんで 今は0円かもしれませんが、家賃が発生することを忘れてますよっていうことはライターさんが言っておりますね、アドバイザーの方は実家詰みのメリット、デメリットということで、えー、でネットではね、子供部屋おじさんを擁護するコメントが相次いだ。多分同じようなか環境にいてて、そんなこと言われたらないわ、と。ふざけんじゃねえっていう方が多分いっぱいいらっしゃると思うんですけども、具体的には人様の家庭に口を出す。 で不動産業界の策略にはまらない実家暮らしは賢い、えー。介護に空き家、防犯の問題など子供がいてくれた方が親も助かるのではないかといった意見が目立ち、とどのつまり実家済みのメリット、ね、特に経済面が強,強調されていたよと。特に経済の、ね、面がで。けれども本、ね、本記事で紹介したこの男性の結果から考えるに恋愛市場に限って言えばもしかしたら実家済みにも、ね、デメリットがあるかもしれないよと。 で、過去に寄せられたコメントの中では、恋愛するには不備、えー、結婚対象としては見れない。というズバッとした意見が参、えー、見されたと、えー。これから婚活、ね、恋活、ね、あるいは婚活を始めようと考えている、筆家暮らしの社会人の方は、まあ、参考にしてほしいということでですね。まあ、どう、どうなんですかね。うんまあ、それぞれはでも、 無理してまで何かをやるっていうのはあまりお勧めできないので、えー、だからそういう無理をしても大丈夫って人は無理をす,すればいいし、えー、なんかできないよって人はもうそれでそのままでいいんじゃないかなと俺は思いますけどね。ということで、またね、別のあの話題がありましたら皆さんにご紹介したいと思いますで、独身男のブログ動画、勝手な自分のね、意見とかを混ぜてるだけの気ままな、なんていうかな、配信を心がけてやって、 でおります、えー。それではね、あのー、次の動画でお会いしましょう。じゃねー、バイバイ。バイポイ